花を乗せられても平気なジャン君です。はい、黄色はいかがでしょうか。じゃあ、おはよう。日差しの中で毛づくろい。手伝ってあげる。ポンちゃん。ジャン君、窓辺にスズメが来たそうですね。ジャン君気づいた？気づかない ね。ジャン君はそういう時気づかないよ誰ね。も気づかなかったのね。ジャン君。まあ気づいたら逃げちゃうからね。そうだね。ジャン君。ここがスズメが来たという噂の 窓辺です。あったかくなってきたので、ホットカーペットはもう閉まってありますので、ここに集まることはあんまりなくなってきたな。朝早く起きて窓を開ければいいんでしょうけど、眩しくてね。だいぶ太陽の角度が変わったので、部屋の中に直で入ってきます。花を乗せられても平気なジャン君です。はい、黄色はいかがでしょうか。飛ばされた。でした？やめてでしよった？て感じ。でしょうか？足に挟まってます。あれ、かわいい。ほい、生きすぎちゃった。面白い、ジャン君。ジャン君は一番お気に入りのワンちゃんがどこかへ行ってしまった後は、その代わりにいただいた同じ種類の鳥さんで結構遊ぶようになりました。おにゃ。いいね、ジャン君。行くよ。あり？もう来たんいいかよ。い。